視聴率調査最大手のビデオリサーチが開催したこの出前授業は、生徒たちに視聴率データを詳しく知ってもらうことで統計に親しんでもらい、未来のデジタル人材育成に貢献する目的で開かれました。生徒たちはテレビの視聴率がどのような手法で調査されているかや、番組の種類による視聴率の推移の違いなどをクイズ形式で楽しく学びました。前までは数値だけ見てこんな感じなんだなと思ってたんですけど、その調査の仕方を知って見方が変わったというか、そんな感じがありました。データを使う、数学というところで学んだことを実際社会の中でどういうふうに役立っているのかなということを考えてもらうきっかけになったかなと思います。